はい、今回は高市大臣は終わりとですね、総務省が捏造なしといった件、あるいは立憲議員の立場、あるいは日本の政治の構造、こちらについてですね、調べて、考えてお伝えしていきますので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、この高市と小西の件はですね、何回かお伝えさせていただいているんですが、ちょっと難しいところもありまして、はっきりとわからないところもあります。ただ今回調べてみて、まあ、こういったことだったんじゃないかと、あとですね、まあ、リスナー様のお役に立てればと思う話を今回、させていただこうと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、この内容に入る前に、日本の政治の構造といったものを考えていきます。これは別に僕が考えたわけでもなく、まあ、こういったものなんですが、例えばこういったものを知らないとですね、もう何が何だか途中で分からなくなるんで、最初にまあ分かりやすくというかお伝えしていくので、このように思っていただければと思います。多くの人が知っている例えば政党があります。自民党、共産党、維新の会とかね。例えばこういうことなんですよ。自民党イコール共産党イコール維新の会です。自民党と共産党って関係ないじゃないかって思うかもしれませんが、これっていうのが ある方法なんですよね。両立てっていう大衆ないしは民衆をですね、うまく操作する、2本の柱を立てた両立てっていう、まあ、その大衆を、まあ、コントロールするための作戦なんですね。時に、仲良くしたり、時に、対立したりっていうことで、うまいところで、落としどころを作って、大衆をコントロールする、この大衆、操作の方法です。2本の柱を立てる両立てっていうもんなんですよ。これっていうのは結構有名な話で、で日本の政治っていうのはこれが使われてるんですね。でこの両立ては何がいいのかっていうと、賛成派反対派をどちらとも取り込む、コントロールできるっていうことです。つまり、例えば、全然違うように見えますが、共産党イコール自民党、共産党っていうのは自民党の別動隊っていうことです。まずこういった話があるっていうことです。だから前お伝えしましたが、高市も小西も、両方とも、まあ終わりっていうことです。こういうことが背後にあるから。で別にそのもちろん高市を擁護するでも小西を擁護するでもないんですよ。今回のこの問題っていうのは、高市大臣は終わり、あと総務省が捏造なしって言ったこととか、そういったことを考えていこうと思うんですが、まあ、支持する人が、ね、多数いるんで、まあ、それも本当におかしいと思うんですが、安倍晋三、安倍ですね、安倍政権時代に、このね、放送法をねじ曲げていたっていうことなんですよ。で、安倍政権っていうのは、まあ、放送法、公のものを私物化していたと、いうことが分かっていて、安倍政権時代に高市早苗というのは総務大臣をしていたわけですよ。で、これっていうのは別にね、本当の話ですけど、もう分かっている話ですが、安倍っていうのは森友学園の件で139回嘘をついてるんですね。桜を見る会について118回国会で嘘をついてるんですよ。国会で100回以上の嘘をついてる、うん、事実と違うことを言ってる、嘘つきです。嘘の答弁を繰り返しって言いますが、単純に嘘つきですよ。で、安倍は公務員に、公文書改ざんとかっていうのを、迫ってですね、赤木さんという方が自ら命を絶たれて、亡くなったっていう、そういったことになった、そういうことを、まあ、したのがこの安倍です。うん、だからまず安倍政権というのは売国奴であり、まあ、こういった嘘をつくことが分かっている。そしてその安倍政権、安倍の下に高市がいたということです。安倍が嘘つき、高市も嘘つきということです。だから今回の話というのは高市の嘘がバレたということです。でそれを考えていきますが、高市は受けたはずもないレクとかって言ってますが、放送関係の大臣レクがあった可能性が高いということ、総務省の小笠原っていう、局長が言っている。で、文書作成者っていうのも確実な仕事を心がけており、上司のね、関与の文書が残っているのであれば、レクが行われた可能性があるっていうことなんですよ。で、他の人も、こういう見解を示していると。つまり高市は嘘をついているっていうことです。まあ、安倍晋三の背中を見てね、まあ、嘘をつくことが当たり前となったんでしょうね。別に僕は高市が嫌いとか、まあ、嫌いですけど、高市が嫌いとか小西が嫌いとか、そういう話をしてるわけではないです。今回のこちらの件を考えてるんですね。で、まあ、結論を言いますと、今回調べていて、まあ、こういうことが分かったんですが、安倍、高市、磯崎、まあ、磯崎っていう補佐官、安倍、高市、磯崎っていう、この3人がグルです。
高市は磯崎っていう補佐官を名前も知らないし話したことがないとか言ってますが、全くの嘘であることが分かっています。うん、高市は、まずこうなんていうのかな、いろいろっていうかいくつもの嘘をついているんですね。で、まあ、ちょっと話が難しいんですが、森友の件でですね、財務省が迫られたっていうか、今回のこの件でではですね、総務省が迫られたっていうことで、で、正確性については行政文書である、こととは別であるとかって言ってますが、そういうちょっと分かりづらいようなことになってる。それに関してはちょっとすみません、調べても分からないところがあったんで、まあ、こういうふうに僕は思ってるんですけど、まあ、これはちょっと分からない、間違ってるかもしれないですが、安倍と磯崎と高市がつながっていたと。で、総務省もその時はつながっていたのかもしれないんですが、安倍がいなくなりました。だから今度は総務省のスタンスが変わっていて、こういったことを言えるようになったのかなとも思います。高市は後ろに安倍がいた時は好きなことを嘘をつこうか何しようか安倍が守りますが、今安倍いませんよね。だから守られないんですよ。で、あるいは、ちょっと前で言うと高市、磯崎、安倍がグル。で、今回も当然磯崎と高市はグル。で、総務省のちょっと動きが違うような気がするんですが、僕はちょっとわからないところ、調べて考えたんですが、わからないところがあるんで、そちらはちょっとすいませんということで。で、この、放送法をねじ曲げたっていう話なんですよ。これっていうのは一つ分かってることがあるんですよね。うん、NHK の元会長でですね、もみかつとっていう人が言ってるんですが、放送局は政府の方針に従順に従えっていうことなんですよ。政府が右と言ったら右、政府が左というものを政府が右というものを左とは言えないと。だからこのことからは分かると思いますが、表現の自由などないんですよね。表現の自由があるかのように見せてますが、ね、そんなことは全くないと。だから安倍と高市がこのように、マスコミに、圧力をかけていたと、変更報道をするようにしていたということが、こちら分かる、内容であるということです。で、この小西文書とかね、言われているこの行政文書っていうのは、まあ、官邸と総務省との、やり取りの、内容であり、解釈変更って言ってますが、官邸の意向を汲み取って、省内で、情報共有して、されたものであるということ、本当であるということなんですよ。だからこの時点で高市が嘘をついているということがもう明らかになるということですね。で、自民党っていう売国政党ですが、別の人間で萩生田光一って言いますが、自民党の萩生田光一、福井テルっていうんでしょうかね、これらがこの選挙の時になると報道の公平とか中立とかって言ってますが、そういったものを例えばマスコミに、送って、誰が出るのかとかね、街角インタビューはどうするのかっていうようなことを、こうなんていうのかな、変更報道していたっていう、そういったことなんですよ。だからこの安倍もそうですし、安倍の下にいた高市もそうですし、萩生田とかもそうですが、そういった者たちが変更報道あるいは放送法のねじ曲げに、していたと、そういったことです。で、この安倍と今回の話題に出ている磯崎って言いますが、補佐官の磯崎ね、安倍と磯崎と高市のこの関係が分かるのがこういうことなんですね。安倍の側近に選ばれた磯崎ですが、安倍と磯崎と高市は親しかったということが分かっている。磯崎っていうのは大分の2019年の参院選で落選したんですが、安倍と磯崎と高市っていうのはつながりが、あったんですよ、普通に。だからここ細かいことっていうのは難しいところがありますが、わからないところももちろんありますが、この安倍と磯崎と高市がグルであったと。で、この総務省もグルであったと思いきや、総務省は安倍がいなくなったんで手のひらを返したのかなとも取れるんですね。で、この磯崎補佐官っていうのはいろんなことのところにこの圧をかけていたっていうことが分かってるんですよ。だから、高市と磯崎と安倍で、変更報道をするように、この圧力をいろんなところにかけていたっていう、そういったことだと思います。で、
安倍と磯崎と高市がグル仲間であるということです。で、高市っていうのは嘘が多いし、この高市は捏造だとかって言ってますけど、この自分の4枚のこのものに関して捏造だとかって言ったんですが、この高市大臣のレクっていうものに関してね、これも磯崎から放送法の解釈変更を安倍に説明して、国会でいつ質問するのかっていうことを、まあ、問われた話が高市の発言として書かれていると。つまり嘘じゃないですか。安倍と磯崎と高市はつながりがあったっていうことです。で、この松本っていう、総務大臣もこの、ね、政治的公平性をめぐる磯崎補佐官からの問い合わせがあったということで、だからこの磯崎っていうのも本当に高市とグルだったんですね。それを分からないように隠していたっていうことです。で、高市は捏造とかそういう怪文書とかって、言っていますが、総務省は高市がね大臣だった時に総務省の行政文書と同じものであるって言ってる時点で高市の嘘がバレる正式な公文書であったということで、で、磯崎もこのね、総務省とのこの関係を事実であるということをこう認めたっていうことですよ。で、高市は追い詰められてきたんで、次第に、だから高市は最初は捏造だとかっていうことから今度表現を変えて内容が不正確と言ったりとか、レクを受けたことはないとかって言ったりとか、そこからですね、今度は高市本人がテレビ朝日をディスるはずがないとか、番組の羽鳥のファンだとかそういう話を、苦しいながら言い訳をすると。つまり何かっていうと、高市は大嘘をついているっていうことです。高市と磯崎と安倍がグルであったということ、放送法をねじ曲げていたということ。だから別に今回の件ってはさほど小西っていうのは関係ないんですよ。別に小西を擁護してるわけではないですよ。小西がおかしいっていうんでは別に小西もやめてくれればいいと思いますが、小西がどうこうではなく高市が嘘をついていたっていうことが明らかっていうことです。で、この日本のマスコミっていうのはこの放送法の圧力をかけられながら変更報道をし続けているっていう、全くね、マスコミっていうのも、なんていうのかな、きちんとしたことを報道していないと、そういうことがわかるっていうことです。だから今回の件を整理して言うとこういうことだと思います。安倍、高市、磯崎がつながっていると。で、小西は、いろんなことが言われてよく分かりませんが、小西もおかしいということであれば、安倍も高市も磯崎も小西もおかしいと、マスコミも、変更報道していると。で、そのマスコミとかに、変更報道をかけていたのは安倍、高市、磯崎だったということ、そういったものが今回の件の本当のところだと思います。で、最後にお伝えしますが、日本を良くするっていうの、日本を良くする、よりを日本にするっていうのは政治家ではなく日本国民の、民意であり、ね、こういったおかしいことが政治家が言っているとか嘘をついているっていうこと、そういった誘導に気がついていくっていうことが日本をより良くしていくための大きな、一歩なんじゃないかと僕は思いますので、今回の話がリスナー様の何かのお役に立てればと思いましてお伝えさせていただきました。今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。